裏切られた者がいかに心を傷つけられようと、裏切った者はもっと惨めな目に遭うことになる。不遇はナイフのようなものだ。ナイフの刃をつかむと手を切るが、柄を握れば役に立つ。感謝は人間関係がうまくいくコツ。あなたは夫や妻、家族の友人に、上司や部下に感謝していますか？羊の群れの完全無欠な一員になるには、まずとにもかくにも自分自身が羊になることである。束縛があるからこそ私は飛べる。悲しみがあるから私は舞い上がれる。逆境があるからこそ私は走れる。前途は遠く暗い。しかし恐れることはない。恐れないものの前に道は開ける。友人の欠点をあげつらう人々がある。それによって何も得ることはない。むしろ多くを失う。仕事から離れてリラックスする時間を取ることは良いことだ。というのは、再び仕事に戻った時により良い判断ができるからだ。君はどこへでも行けるのに、どうしてそんなところに留まっているんだい？他人のために自分を忘れること。そうすればその人たちもあなたを思い出してくれます。相手と戦う時間は短い。自分との戦いこそが人生の明暗を分ける。世界とは一冊の本であり、旅に出ない者は同じページばかり読んでいるのだ。大事をなすには寿命が長くなくてはいけないよ。目で見、耳で聞き、心で感じることは間違わない。間違うのは判断だ。我々が恐れなければならない唯一のものは、恐れ、それ自体だ。
人間というものは面白いものであり、不思議なものであり、必要のない人間というものはいないのだ。人を高めるのは苦難ではなく回復である。愚か者は幸福がどこか遠くにあると思い込んでいる。利口者は幸福を足元に育てる。空気と光と友人の愛、これだけ残っていれば気を落とすことはない。わずかな金で満足すること、幸せ者の常套手段である。一人でいても二人でいても十人いたって寂しいものは寂しい、そういうもんだと思っている。基本を制する者が世界を制す。人への親切、世話は慈しみとしてしていたい。義務としてはしたくない。他者に貢献することはこの星でのあなたの居場所に払う家賃である。他人に対しても自分に対しても親切であること、人の生きるのを助け、自分自身を生きるのを助けること、どうやって好きになれるか、自分を洗脳する方が好きなものを普通に好きというよりもよっぽど面白いことになる。失敗を失敗と思わない人となれ、失敗を楽しめる人となれ。他者を知るのは理解、自己を知るのは知恵。世界中の優れた小説や戯曲を読むべき。それらがなぜ名作と呼ばれているかが考えるべき。人生にはテキストもノートも助っ人も持ち込める。失敗の中に成功の鍵は必ずある。それを必ずつかむ。
ごく小さな穴から日光が見ることができるように、小さな事柄があなたの性格を浮き彫りにする。真実とされていることを前提に取り組むと、進歩の希望はほとんどない。言うべき時を知る人は、黙るべき時を知る人。落ち着け。人を恨めば自分がダメになる。落ち着け。小さなカゴの中で悩んでいてはダメ。カゴの外は楽しいことはたくさんある。広い広い空のもとに出てみよう。恐怖は常に無知から生じる。知識があれば恐怖を感じない。心を開いてイエスと言ってごらん。すべてを肯定してみると答えが見つかるもんだ。なすべきことをなす勇気と、人の声に自信なく耳を傾ける謙虚さがあれば、知恵はとことん湧き出てくる。人が私のことを知らないということを気にかけず、私自身が人のことを知らないということを気にかけよう。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。